ただどうせ戻るだろうから。こっちはもうぐちゃぐちゃ、あ、破壊されている。ここはもう開かない。目的はこっち。よし、はい、やばい、敵出てきそうだな。ティーフェロンにしとくか。囲まれたら持ち上げる、囲まれたら持ち上げる。はい、誰？あ、君か。君はこれ近づいて、はい、よし、君はこれ、それ欲しい。はい、あの子、はい、よし、あ、ダメ、もったいない、危ない、失敗。はい、 OK、 はい、これ起動用の鍵の差し込み口、ここに起動装置で電力が供給されていない、どうすれば起動することができる。そこに鍵差すじゃん。あ、出てきた、レッドも入れちゃうか、ナルコも入れちゃおうか。よし、予備コンピューターの使用履歴が表示されている。エアビーグルのパイロットが最後に使ったようだ。あ、あれ、あの人か。あのずっと仁王立ちで立ってる医務室の人。あそこ行くのかな。ここは開けられる？ここ開かないか。あ、じゃあそこから戻ろう。あ、アイテムやったぜ。結構端っこ行かないと見えないからな。マックス回復もらえた。これできるだけやっぱ取っといた方がいいね。ラスボスとか、このちっちゃいのじゃあ、足りなくなってくるから、多分10個あってもマックスいかなくなったりとかしちゃいそうだから。あの、最大 HP が増えてる分ね、回復量が少ないっていうの。OK。そんで、どっちから帰る方が早い？エアビーグルの3回行かなきゃいけないね、多分。こっちから帰るか。どの道3回。敵倒したし。復活してないよね。やっぱ倒し尽くして、多分セーブロードしたら生まれ。変わる、再配置されるかな。多分ね、さっきもずっとセーブして、あの一回リセットしないと敵出てこなかったから、それでなんとかアイテムを稼いでたけど。こっち、むし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 、エアービーグル、待てよ、びっくりした。ここだっけ、医務室。ついにあなたに出番があったとは。はい、パッドじゃないよね、あの男の子じゃないよね、あなたですか。予備コンピューターの鍵しまった。第一格納庫から逃げ出した時、エアビーグルのコックピットに置いたままだ。何、取りに行くのか。無理だと思うが、これを持っていけ。第一格納庫の鍵。
第一格納庫の鍵、予備コンピューターの鍵はエアビーグル67号機、67号機、コックピット、はい、67号機コックピット。え、ちょっと待って、1だっけ、第一格納庫、第二格納庫、第三格納庫、第一格納庫、第一格納庫、第一格納庫どこ？ちょっと待って、第一格納庫どこ？はい、第一格納庫ってどこだ？第一格納庫、ここ研究室。いや、格納庫っていうくらいだから、あ、第一格納庫と第二格納庫への移動が可能、東エリア。あー、一個開かなかったとこあったな、そういえば。オッケー、あ、第一倉庫、この東通路に、第3は西だもんね。第2、第3、この第2の近くにあるんだな。東側地下通路行くには、東ってどっちだっけ、右東って右、ここ行かなきゃいけないか。B1 階東側地下通路への階段も設置されている。ここに行って地下降りて、でここのところに鍵使う。もうマップが入り組んでて迷子になっちゃうよね。あ、セーブしよう、セーブしていこう。あとついでにお手洗い行きたい、すんごい我慢してる。でセーブしてから、セーブしてから、もうセーブあったよね。あ、で上行こう、上行って AP とか回復してからセーブして、お手洗いに行ってあっち行くわあ、じゃあカッティングで。よし、回復してセーブしたから、ただあっち側からは降りられないから、あの右上の階段は下がってるから、やっぱこっちから1階まで降りて行こう。でここに出る、君たちを無視して、あ、相手にね、黄色くなってるから。よしよし。ここから、はい。OK。で、敵がいるかどうか。いる。持ち上げて、ドン。で、ちょっと残った分はこれ、はい、ほい、やばい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 、近い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 、欲しい、それ欲しい、それ欲しい、それ欲しいそれが欲しいがゆえに今食らった、痛い。あれずるいよね、あの遠距離攻撃。大して痛くはないけど、そろそろディフェロンなくなる。はい、ドン。ここは倒して、はい、やった、アイテムくれ、アイテムの方くれ、はい、君も来て、はい、よし、あった、アイテムくれ、うん、アイテムはくれないが、まあしょうがない。ここは開いてんだよね、はい、押す、オッケー。
まだ出てきてる。はい。あ、引っかかってる、引っかかってる。ふん。向き戻し。また。どう？はい。あ、あっちは閉まってて開かないね。開けるやつないから。まだ出てくる。もういいや、行こう。この子硬いし、いまいち旨味ないから。あの柔らかい子がいいな。あ、君たちか。あの子早いからな。あと、あれ入ってくる。はい、回復。お、なんだそれ。あ、ディーペロ。まあいい、まあいい。どこいた？謎の行動は。小出しに当てた方がいい。はい、回復アイテムくれ。あ、ここ？ここに鍵つか。待て待て。はい。アイテム久しぶりに使った。はい、これでいけるー。はい。はい。まだいる。やばい、溜まってきちゃったけど。そこにセーブある。アイテム置いてあるんじゃないかな。どうかな。なかった。アイテムなどなかった。はい、別に倒しきらなくていいか。どうせあれだもんね、ロードとかしたら復活するから。やっぱ AP が溜まっちゃうな。次のところに何がいるか。エアビーグなんだっけ。67号機。ではパッと、あ、違う色。ふんふん。あ、いるな。あ、君か。ちょっと待って。その回線見てみて。はい。はい。どこだ。あ、暴走した。行っちゃおうか。あれ、多いな。はい。はい、はい。雰囲気だけ隠して。よし。ヘルメットを。はい。はい、では、来ました。邪魔だから。はい、はい、はい。ここで、あのバブルに入れた。はい。尻尾じゃなければ大丈夫。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。はい。アイテムちょうだい。あ、いいよ。ナルコンサンキュー。もう一匹。もう一匹。いや、増えてる、増えてる。めっちゃ出てくる。どんどん出てくる。はい。はい。倒し。よし。ヘルメット。はい。見えない。やばい、影響に出てくる。倒せるんだったらこっちに行ったら。誰かあるから。あ、でも、この次のことはない。ちょっと溜めとかないと思う。入ってくれ。あ、いいよ。あ、どんどん出る。はい。はい。はい。まあ、この子は倒しやすい方だから、倒していく。マックスも上げたいし。めちゃくちゃ時間かければすごい強くできる。9999が最高かな。アイテムによればだね。はい、 OK。 40とかくれるし、強い子の方がいっぱいパラメーター上げてくれる。それで青いやつ、前シルバーだったよね、パッと乗ってたやつ。あ、エアビーグル39。あれ、
67号機なのよ。変わったものは何もない。これじゃない。アイテムとかも特にない。67号機。待てよ。あ、なんかあった。ちょっと待った。先にこの上。あ、よしよし、アイテムありがてえ。くれ、アイテムくれ、アイテムくれ。ない？本当にない？アイテムをくれ。一個しかないあ、あっちは。なんかない？なんかない？なんかない？あ、よし、ナルコン。ありがてえ。デルメトールもください。それでだ。あれ、この辺になんかなかったっけ？反対側か？ちょっとヒットポイント怪しいけれど。あ、これ。はい。ボスじゃん？あ、どっか行った。あれかな、駐車場みたいなこと。あー、出てきた。入れ替わる。緑色。かっこいい。あのパイロットの人も緑色の服着てたけど、カラーは合わせてんのかな。はいよ。これは何号機？あ、67号機。よしよし。はい。操縦席の横に何か置いてある。はい。予備コンピューターの鍵。大事なもの置いてるじゃん。置いていかないで。持ってて。はい。あ、で、また戻るんだな。オッケー。これでこっち。いや、もうでも1階にいるから。あ、これはバリケードね。1階にいるからそのまま行けるよね。さっき扉開けたから、あのロビーのところから鍵のところには行けるはず。生まれとる。待て待て。とりあえずセーブだけして。はい、こだわらずセーブだけして、とりあえず進もう。 OK。 あ、7時間ぴったり。ほい。こっちが出口だ。これやってる時にアングルをすごい変えにくいんだよね切り替わった瞬間逆に進んじゃったりとかして。あれ、あれどっちだっけ。これどっち、進む方、出る方。出た。はい。やばい、引っかかった。やばい、引っかかる。死んじゃいそうだけどギリギリまで回復しない上に帰るタイミングあるかもしれないからギリギリまで回復しない。戦いやすい。あ、来たね、来たね、来たよ、来たよ。君のおかげでこんな醜い体にさせられたよ。ひどいね、君は。ひどいね、君は。僕たちの悲しみを教えてあげるよ、あげるよ。やばい、またバトル。
ボス戦だった。鍵を使いに行く前に、ちょっとまた装備大丈夫か。はい、決めよう。一匹ずつやろう。やべえ、さすがに回復するか。さすがに回復しとこう。こんなので大丈夫か。君は、あ、この端っこにアイテムいった。はい、2000か。はい、ちょっと多少もびくちゃになるけど、先に1匹倒した方がいい。この子レッド効かないから確か。はい、多分これ触ったらビリビリするでしょう。よし、で、はい、端っこにあんな。じゃあ触ってない。アイテム欲しさに今触ってない。待て、アイテム取ろうとすると触っちゃうんだけど。罠、高場に対する罠。よし、どうした。やばい、そのギリギリはよくな。やっぱナルコンで畳みかけた方が。ちょっと当たってない時あるけど。はい、回復して、これは大丈夫。炎の時はちょっと立ち上がってっていうか、あの足上げてくれないと。よし、4匹倒した。俺様がいじくり回してやるぜ。一人で戦うのが怖くて、いつも先に武装ロボットをけしかけるのか。臆病者め。しゃー、お前をバラバラにする。俺だ。やばい、強そう。戦い方忘れた。同じアイテム欲しい。どうしたっけ。あ、これ、これはまずい。あ、違う、ほい、これだな。そうだ、落ち着け。あれは絶対キャンセルしないといけないから。はい、これは避ける。シャシャシャはこれ。よし、はい、レッドさん入れとこ。はい、よし、はい、はい、で、もう飲んどこ。はい、おし、おし、はい、ふ、はい、ではこっち来るよ。あ、これ避けるか。降りた後に引き払う。
あ、ダメだ。やばい、ハマる。押してないとハマる。いやー、厳しいな。あー、きつい。ダメだ。これはちゃんとシールドしないと。ナルコンだな。ちょっとベッド貯めてる余裕がないから、私の技では。しゃあない。そこ移動させて。あの外の枠線に触ってるから、これやって、でナルコンにして、はい、ナルコン打つ余裕かな。これあーダメだ、入らない。強っ、引かない。ここだな。もうやっぱシールド戦になる。降りる、飛ぶ、ここで止める、これしかない。デルメトールに持つかな。あ、やばい。飲んじゃお。回復かな。はい、やばい、ここ良くないな。押されてあの線に触っちゃうから。それやってくると。やば。あばあばあば。ちょっと落ち着け。目が回って気持ち悪くなってきた。待って、でもあれ炎を打たれる時あるからな。炎じゃないや、雷落とされるから、レッドじゃないと解除はできない。あの隙にレッド入れられるかな。あ、ここでレッド入るの。あ、これはダメ。強いな。待って、テスト早めに入れて、これは避けようかないかな。もうレッド入れるタイミングぐらい。あ、違うわ、あれの間に溜めとけばいいのか。待て待て、あの回って目が回ってる間に溜めればいい。ダメだ、進化できない。入らない、レッドじゃ無理だな。ここやっぱり普段はナルコンで隙見て攻撃して、どうしてもあの雷を捨てるかじゃないと、すぐ切り替えてレッド入れるのは難しい。これもこれの持久勝負、持久戦。
早くパチパチ一個だけ避けて、あーでは、うん、でも大したことないな雷自体は。これだな、この攻撃は絶対避ける。難しい難しい、とってももう回復ないからヘルメトールだけでどうなるか。あー食らっちゃった。もう目が回る、これ尋常じゃないぞ。一発横から入れて突きよって感じでもロックオンしてないと見失っちゃうから、はい、一回受けた。ここで、あ、打てなかった。あ、ちょっと間違えてる、ボタン。ちょっと待って、ナルコンにさせて、三角をしてる時間がないわ。それでだ、避ける。あれはしょうがない、まあ1点目はしょうがないよね。はい、あー入った。もうちょっとちゃんと避けてから後ろから打って、で隙を作ってぶち込むだな。難しいこのゲーム本当にもう目が気持ち悪くなってきた、吐き気がする、とってもあのもうぐるぐるに耐えられないけど、でもロックオンしてないとさ見失っちゃっていざっていう時当てられないから吐きそう今そしてあの4匹からやり直さなきゃ。待てよ、ちょっとここでアイテム稼ぐか。回復が足りないね。